コンスタンティブ・ワディスワフ・ソビエスキは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族。ポーランド・オーヤン・三世・ソビエスキと、王妃、マリア・カジミエラの三男。ポーランド王子。はじめ、イエズスカイ氏、カルロ・マウリツヨ・ボータに、ついで、クラクフ大学の教師レミギアンスシツキに教育された。また、ヌフメゾン騎士という、フランス人に、軍事学を教わる。さらに、イタリア語やフランス語を習得した。 1697年の不王の死後は、母及び時系アレクサンデル・ベネディクト・ソビエスキと、ほぼ常に行動を共にした。1698年、兄たちと共に、父の遺産を、分割相続した際、最も重要な重キエフの書量、ワルシャワのビラネフ宮殿及び、カジミエシュ宮殿を相続した。コンスタンティは、重キエフ城に、豊富な絵画と図書のコレクションを築いた。 母マリシェンカは、ローマ移住後、コンスタンティを、数奇教にする計画を練ったが、計画は、コンスタンティ自身の無作法な振る舞いによって頓挫した。1701年コンスタンティは、ローマの母の元を訪れた際、トッラという名のローマ美人と恋仲になった。ところが彼女は大貴族のジェンツァーの子を、ガエターの一世、スフォルツァ・チェザリーニの丈夫で、 彼女は不定に起こった公爵にマリシェンカの邸宅の前で怪我を負わされた。結局、コンスタンティは丈夫を寝取ったことを公爵に謝罪した。大北方戦争が始まると、コンスタンティは、長兄役プルドビクソビエスキのアウグスト2世から、王位を奪い取る計画に参加したが、そのことを察知した、アウグスト教皇によって1704年2月アに、ともども誘拐、投獄された。 1706年、アルトランシュテッド条約締結に伴い、兄弟は、スウェーデン王ーカール12世によって解放された。1708年11月、おそらく幼馴染だったマリア・ユゼファ・ベッセルと突然、結婚した。この結婚を、身分違いとみなすソビエスキケや隕石からは強く、反対された。しかし、コンスタンティはすぐさまニーズマに飽き、翌月12月には、 グダニスクを離れてしまう。1709年4月、スタニスワフ・レシチンスキ王のルブフの陣営に施行した。同年6月のポルタバの戦いでレシチンスキが王位を追われ、ザクセンのアウグスト教王が福井する降算が高まると、フィクサーのエルジュビエタシニャフスカによって、教王の対抗馬として、ポーランド国王候補に推挙されたが、実現しなかった。その後は、のエフ、 ブロツワフ、長兄の所領をあば公領を転々としながら暮らした。晩年は、リウマチと釈在の取り立てに苦しんだ。1725年、彼は突然に、妻マリア・ユゼファと復縁し、妻から経済的援助を受けた。最後は妻に付き添われて、ブローツワフから、キエフに帰り、同地で死亡、地元のバブジニエツ教会に葬られた。ありがとうございます。